どうもこんにちは、ガズです。ガズの旅なんですよ、また。最近ガズの旅よく行くなということなんですけどですね、春でですね、ちょっと見てください、この木々の美しい、このお花と黄緑色とこの新緑のこの山々を眺めながらですね、のんびりジムニーでドライブを今しているところなんでございますけれどもですね、今回の旅はどこに行くかというと、ハニーさんがですねいいところがあるんじゃないかというふうになっておりましてですね、どこに行くんですか？白川郷といえばあの合掌造りで有名な、うん、あれ世界遺産なんですよ ね。そういえば世界遺産だし行ったことないなってなったんだけど、そのきっかけがなんていうのかな、面白いんですよね、うん、何ですか？なんかガズさんの実家で、うんうん、たまたまテレビを見る機会があって、うん、でそこで白川郷をねちょっとこうふらふらしてて、ね、NHK かなんかでね、そうそう、歩いてる、そう、特集してたな。その時にまあそのインバウンド的な感じで外国の方がね、そうすごいみたいですよ、外国の方が来てて、うん、本当スイスから来てね、ドイツとかね、そうそう、でも世界で一番美しい場所だとかって世界に住んでる人がそういうね言うんだって感じで、本当なんかそれこそ南アフリカとかもう本当世界中の方が来てもうすごい感激している映像がいっぱい出てきてね、そうあれなんて俺行ったことねえじゃんってなったんだよね。しかも近くなったしね、そう南信州からはですね3時間半ぐらい、うん、4時間切るぐらいに行けるんですよ、うん、でまあ行こうよせっかく春だしって、うん、ね、せっかく旅だぞって言って、うん、でガズの旅でみんなにもちょっとご紹介しようぜということでさ、ガズ旅でもね、うん、なんですけど、ただねそこ行くのも面白くないなと思って、途中にね箕面っていうとこ通るんですよね、うん、で僕ねこう見えてですね戦国武将のストーリー結構最近好きでしてね、そうだね、箕面といえばでね織田信長さんの奥さんの、お父さんがいた道山さんの本拠地でございます。なんかそこにもちょっと寄ってみたいなと思ってね、ちょっとなんかそこも寄り道していこうということで、今南信州を出て高速道路に乗ってゆっくりゆっくりと、春めいた、季節を眺めながら向かっております。うん、はい、お楽しみに。レッツゴー。じゃ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 ーん、皆さんすごいご飯が出てきました。今日の朝ごはん、朝ごはん、何だ、アジとエビフライ、有頭エビとなんか魚のフライだと思うね、魚介フライ、うん、やばいですよこれ。エナキョウサービスエリアだと思うんですよね。でこれが僕が頼んだんですけど、ハニーさんはですね、はい、これもすごいんですよ、ドーン、貝汁、貝汁定食、これはいわゆるアサリでしょ、でもハマグリぐらいあるんだよ、大きさは。いや、すごい大きいんだよ、だアジフライと、これ揚げたてなんだよね、そうなんだよね、だから結構時間かかるんですよ、そうなんだよ、これは貝を入れるやつか、そう、これね、実は前も食べたことあるんだよね、そう、めちゃくちゃすごいの、この貝が、この全部貝入ってんだよ、ほんでめちゃくちゃ出汁が効いてんだよね、食べてください、どうぞ。いやすごいよね、ブリブリな身が、すごいのよ、ちゃんとね全部に入ってんだよね、すごい、あ食べるよ、美味しい、これもね保証付きだからね、前回食べて悶絶してんだ、これ前もねこのパーキングエリアで食べたことある、このさスープがないんだよね、スープが、あもう香りがすごいもん、磯の香りが、実食いただきます、すごいよ、あこあこあこすごいよね、うん、うまっ、うまい、間違いないです、ここは食べよう、いただきます。箕面に着きました、あー着いた、箕面、まさに小説でしか見たことがない場所の名前、そうだね、すごいな、すごいところですよ、なんかね山の感じとかね、ちょっとなんか今まで見たことない雰囲気、そうだね、箕面で降りるぞ、
今ね、見てください。レギュラー158円ですよ、ここのミノーは。ちなみに、僕が今入れてきたね、ガソリンスタンド、あの、南信州では175円ぐらいでしたから、リッター。やば！何このガソリン代の違い、びっくりじゃないですか、皆さん。だってここもさ、電車がないから絶対車だよね。だからあのね、ガソリン代の、僕らこうやってジムニーで全国あちこち行ってるとね、もうガソリンの値段の違いにひっくり返るんだよね。びっくりしちゃった。不思議。日本の七不思議です。すごい緑。なんかうだつの上がる街並み、うだつの上がる街並み付近にやってきた。駐車場、わ、なんかすごい、すごいです。江戸時代みたい。あのさ、奥の山がいい感じだよね。ほんと斉藤道さんの本拠地でございます。皆さんすごいよ、この木の感じとか。斉藤道さん、ほんとね。何がうだつって言うんだっけ、これだっけ。こういうなんか、あれあれ、これだよ、これ。これをうだつというらしいです。うだつが上がってる、上がる上がんないの話。 あれあれ、ちょうどこの角度が分かる。あー、ほんとだ、あれがちょんと、とっさきが上がってるのを言うらしいです。すごい、このなんていうか、ほんとね、なんか、ここに住んでるのか。ほら、なんかすごい風情があるよ。ほんとだ、ずっとこっちにもある。なんかブラブラちょっと一周していきましょう。なんか何か特にお店があるってわけじゃないんだけどね。そういうことなんだね。街並みだからね。すごいね。あ、うだつ、うだつ。あ、本当だ。ここにもうだつがある。なんかゆらゆらガラスが超味がある。確かに、そのゆらゆら、昭和っていうか。ねえ、わかるかな、これゆらゆらガラス。あ、住宅なんだって。いいね。ほら、こういうガラスとか。あそこに神棚があるよ。本当だ。神棚はまだ。すごいね。和紙屋さんだ。あ、なんかさっき和紙が有名って書いてあった。日進堂。すごい。すごい、なんか奥がいっぱい。わあ、これが布だったら結構やばいな、私。なるほど。完璧、見て。あら、本当だ、なんか素敵なところだ。蔵だ、すごい。ギャラリーなんだって。わし、わ、ギャラリー、なんかクローズだ。手島っぽい感じだな。確かに。素敵。またへーしか言わなくなっちゃう。あら、本当、なんかお店見れるんだ、中を。すごい。前、要は実際のお家ね。うん、300円だって。これはカフェだって。ここ和紙なんだ。そうだね。コーヒーもあるの。こっちもほら見て、おしゃれ。今見てきる、いいバレル。かっこいいや。すごい。和紙屋さん。こういうのほら、こういうの大好き私。タオルそれ。手ぬぐい。手ぬぐいなの。かわいい。かわいい。いいな。かわいいな。うちわもおしゃれだな。うちわもすごいおしゃれ。ここはワークショップやるスペース。そう、これ古民家だよね。すごい。すごい。好きそう、小杖さんが、うん。めっちゃ好きそう。ほら、見て。これいいじゃん。こういう風に使えるじゃん。そう、なんかあの風呂敷包みにできるんだって。ていうかさ、これがすごい可愛くこれ。この色合いが。もうなんかすごい可愛いね、これ。あれ、オクラじゃないの。そうそう、オクラだよね。
ほら、メガネ。あ、本当だ、かわいい。すごいなんかインスパイアされるね。される。でもほら、あら、お魚、うん、お魚ちょっと北欧っぽいもんね。そうなんです、かわいい。これにしよっかな。あとこれとこれを一個ずつ買うことにしました。いや、どうやって使うんでしょうか。あ、これ確かに、うん、これかわいい、面白いね。あ、なるほど、なんかフルーツなのかな、なんかわかんないけど、かわいい。確かにこれかわいいかも。じゃあそれにしよう、うん、そうしよう。お、じゃあやったー、今日は買う、嬉しい。買いましたね。買っちゃった。ここはシーユー、シーユーっていうお店らしいです。小出さんお気に入りの布がたくさんあって。まさかの。まさかのこの古民家コシアで。はい、まあ、買ったぜ。いいお店だった。ね、うん、よかった、うん。こんにちは。気持ちいいね。いい気持ちだって。やったばっこだね。はい。ここが白川郷。白川郷。出口。初めて初上陸です。すごい山だよ。なんか中国のなんか水墨画に出てきそうな勢いなんですけど、ちょっと曇ってきたね。雲がちょっと厚い。それでまたね、結構寒いんですよ。そう、びっくりしちゃった。さっきね、途中で降りたら、そうなん、急に、あ、白川郷こっちってなってる。あ、なるほど、こうなってるんだ。すごい。あ、それっぽい感じに、ほら。うわー、すごいです。すごい。皆さん、これが世界遺産でございます。うわー、川が綺麗。泊まれるってことでしょ、つまり。川が綺麗。ここだ。あ、いいじゃん、ここで。あ、ほんとだ。いいじゃん、いいじゃん。すごいね。あの、あっちの山を見て。いやー、すごい。いい景色。いやー、あの観光客の人がすごいよ。ほんとだ、あの橋のところに。いやー、すごいね、鯉のぼりみたい。確かにカラフルね。楽しみ。あ、地べた座りね。うん、もうちょっとねか、座ってみて。でも地べた座りしかもねえや。確かに、確かに、すごいね。何者がみたいな。いいじゃん、これもう撮ってるから行こう。さあ、やってきました。白川郷で夫婦でセッション、まさかの。すごいんだけど、今日旅ですから。これね、見分かるかな、こっちにいっぱいねあるんだけど、今川っぺりで撮ってんですよ。白川郷でもう前代未聞だ。やばい、やるよ、早くやろう。曲は、はい、イージュライダー1,2,3。
いやーやってみました。めちゃくちゃ気持ちいい。ね。これ今すごいとこで撮ってんですよ。ちょっとカメラを見てもらいましょう。緊張しちゃう。見て。すごいですよ。ゲリラ撮影です。はい。ここはね、白川郷のこういうねところの合掌造り、あれ目の前に合掌造りがあるんですよ。これ見える？ここ。これが。あとあれどっち行こうか。あれ？ズームしないね。これか？ほらほら。これもね、そういうところ。川がすごい綺麗、目の前にね。そう、川があって、あそこに吊り橋があったりして、すごいですよね。ちょっと天気がね、晴れたりとか、ここ山がすごいのよ。ちょっと画面だとあんま分かんないけど、なんかスイスのもうマッターホルンじゃないかってぐらいの。まあ、こんなすごい素晴らしいロケーションのところで今撮影しましたよということで。はい。いいですね、うん。こういう感じでですね。もうまさかのゲリラ撮影をしましたと。やっぱ旅ですからね。やっぱりこう、いろいろ。緊張した、ね。緊張した？楽しかったよ。だってそっち駐車場なんだもん。そうだね。いいじゃないですか。いや、一曲やったぜ、白川郷で。イエーイ。どうも。着いたよ。白川郷の中に入ってきました。なんかここら辺が入り口っぽいんだよね。ちょっと行ってみましょう。見てください。なんだっけ、吊り橋行きましたよ。あそこでですね、さっき動画撮ったんだよ、イージューライダー、あそこの川っぺりで撮ってたんです。すごい、信じられない。揺れるね。揺れる。あ、恐ろしい。揺れる、かなり揺れる。この透明な水を見てください。落とさないで。ちょっと今そう思って。すごい綺麗な水が。すごい水綺麗。いや、そんであっち見てよ。やっぱ世界遺産は来るといいね。スケール感がやっぱすごいよ、本当に。そしてこの観光客の人数も多かった。素晴らしいね。すげえ揺れるね。微妙に揺れる。緊張する。見てください、ほらこっちの景色見て。田んぼのあぜ道のところに。すごいね、本当。この田んぼがいいね。そうなんだよね、やっぱ田んぼがね、いいのよ。田んぼが。あ、じゃあここ行くか、もう一個向こう、どっちかな。こっち行ってみるか、うん、見てください、ほら素晴らしい。これこそザ・白川郷。本当だね。そしてあっちを見るとあの山が、ここに水張って。すごい山なんだあれが。すごい。行ったことないけど、あれはまるでスイスのマッターホルンだね。本当だね。行ったことないけどさ。すごいわ。山が。ああ。そう、お寺がまた渋いよ。ほんと。さっき聞いたらこのなんか屋根を吹き替えるとか言って。そうだね。言ってたね、5月だからね。うん。と金が金道路。妙禅寺。この木がまたすごい。こっちのね。あ、ほらほら。そう、これ補修するとこ。そうね。さっき観光ガイドの人に聞いたら、こっちの妙禅寺の周りがやっぱり、ね、いいところみたいですね。そうそう。プリンの家があるよ。へえ。田んぼがね、こことかほら、いい感じじゃない。ほんと。いいね、この奥にさ、見える感じもまた。そうね、だんだんでね、山につながってる。そうそう。いいじゃないですか。素晴らしい。素晴らしい。あ、ここいい感じ。そう、このなんかこっからの、あ、これだ。そう、これがね、多分これだ。これここがですね、フォトジェニックポイントです。そうそう、これ、ね、この景色が有名ポイントっぽいですよ、ね、この3つ4つ並んで見える。そういうことだよね。で、畑があってね、うん、いいね。桜もね、見えるもん。山が見えた。本当だ。いやー素敵。この田んぼもなんか田舎のね、田んぼだよね。そうだね。こっちも振り返ってください。反対側もいいですよ。ほら。あら、本当だ。ねやねや。なんかどっかからいい香りがする。炭焼きの香りがします。ね。この観光客の人がすごいもの。ね。いいね、にぎわってて。ここが見てよ。ここ。あら、本当だ。フォトジェニックのところ。確かに、これはフォトジェニックだな。すごい。ほら、中に入ってる人がいるよ。本当だね、中に入れるんだ。やっぱり賑わっているな。すごいね。すごい。ほんとでも、このガツの田んぼがあるとだいぶ違うわけです、ね、田舎っぽい田んぼ。で、
本当よ。いい時来たね。ちょっと天気もまた回復してきて。すごいことになってます。これだ。あ、すごい。魚がいる。水きれい。本当に魚いる。マスっててマス。見える？みんな。これはすごい。本当に。これはすごいわ。泳いでいます魚。マスが泳いでますって。元気かよ君。びっくりしたね。あ、ここに鯉がいる。恥ずかしそうに。これはすごい。やんやん。へえ、面白い。ずっと止まってるね。大きいな。あ、子供がこっちに来たぞ。かわいい。綺麗な水だ。すごいですね。あとこの消火栓を見てください。かわいい消火栓。ほらすごいね。すごいや。ここら辺はいいところだ ね。これは観光だわ。すごいわ。これは世界遺産だね。あの向こうに山が見えてさ、これはすごい。感激ですか？感激、すごい。よかったね。うん。はい、そういうわけで、白川郷初めて来たんだけれども。いやー、予想のはるかに斜め上でよかったね。うん、すごかった。もう、かなりでも歩いたね。歩いた。でね、やっぱりね、もし白川郷に来る人はですね、最初に観光案内所みたいなとこに、なんか自分が見たい景色の写真とかを見せると、すぐにね、ここはあそこです、ここはあそこでみんな教えてくれるんですよ。うん、ら僕らもね、そうやって来たんですけどね。なかなか良かったね、うん。はい。そういうわけで、ちょっともうちょっとブラブラして、はい、今日はね、泊まりは庄川なんで、うん、庄川までドライブしてですね、帰りたいと思います。うん、はい。すごい体験でした。動画撮影もできたしね。ね。ね、びっくりしたでしょ。うん、まさかの白川郷で、夫婦でセッション、ウレレで。いやー、旅だね。旅だね。はい。そんな感じです。はい。はい、今日のお宿へ到着。今日のお宿へ到着します。今日はマリオット。おお。フェアフィールド by マリオット。岐阜中山庄川。すごいね。めっちゃいい。こんにちは。お世話になります。はい。チェックイン。はい、わあ。なんかちょっとした軽食が。あーなんかすごい素敵。絨毯がいい感じ。かわいい。タグがすごい。すごい椅子がかわいいね。座り心地よさそう。かわいいっす。これもかわいい。違う。かわいい。いいね。これフリースペース。共有スペース。これちょっとここになんか。なんだろう、誰でも使っていいキッチンスペースなのかな。電子レンジになったりとかして。この壁、かわいい。で、ここでコーヒーとか飲んでいいらしい。いいね。あら、いい感じ。で、ここがね、田んぼで、季節になるってすごい綺麗なんだよ、きっと。いいな。あった。じゃーん。あら、素敵な部屋。いいですね。いいじゃん、素敵。あ、かわいいタイル。そう、このタイル、さっきもさ、あの違うね、柄であったの。かわいい。マリオットブランドは素敵だな。いやー、素敵。いいじゃん。めっちゃいい。大きさはね、そんな、ないけど、うん、いいね。なんかこの棚みたいなのがすごいいいね。ねえ、いい。そこから桜が見えるよ、窓が。かわいい。ほら。この色がまた我が家みたい。北欧から。そしてここ我があるっていうね。
そう、ここにね、輪があって、あのライトもすごいよ。いいじゃん、さすがマリオット、かわいい。へえ、ちょっとこれつけてみたい。これだ、違う、あ、かわいい、ほら、たまりません、これ。へえ、いいね、めちゃくちゃいい。浴槽はないんだ、やっぱり。あ、そういうことだね。これ道の駅がすぐ隣にあるから、むろそこをおすすめされた。そうそうそう、あ、ここ閉まるんだよね、ほら、私も今思った、ほら、こうなる。ちょっとこれやばい、我が家が今、ちょっと、そう確かに、こういうの貼ろうと思ってんだよね。そう、今貼ろうと思ってる、扉に、まさに。これはね、ナイスホテルだね。いいね、モダンで、機能的に、そしておしゃれ、かわいい、こんな感じです。いいじゃん、いいじゃん。しかもかなりリーズナブルですよ。そうだよね、すごい安いです。高速からすぐなんだよね。うん、昭和はインターからすぐです。いや、今日はここで、はい、ゆっくり、まあ多分隣の、ね、うん、温泉に入りに行こうかな、うんうん、そんな予定です。はい、じゃーん、はい、今どこにいるかというと、お風呂上がりでございます。温泉、昭和 あのホテルの隣にある温泉施設で、うん、今温泉入ってきた。そう、気持ちよかった、ね、すごいいいお湯だったね、うん、ちょっととろっとしてて、うん、ぬるめで、そうで行っちゃいましたと。はい、じゃあ、乾杯しましょう、はい、乾杯、乾杯、乾杯、運転お疲れ、素晴らしい風呂上がりの一杯。はい、おいしい。で、あ、来ました、 ありがとうございます。キュウリが来てきた、はい、どうぞありがとうございます。美味しそう、美味しそう、こういうのがいいですよね。ね、きゅうりを味噌につけて食べよう、うん、はい、まずはこれからスタートですね。で、ガズさんはね、うん、何を隠そう、あれですよ、ビールを2週間ぐらいお酒を断っていたんでございます。今日久しぶりみたいな感じかな、久しぶりということにしよう、うん、2週間ぶりのビールいただきます。しかもお風呂上がりだからさ。あ、やっぱりうまいね。まあ、普段飲まなくてもいいかって思うんだけど、ね、こういうスペシャルデーには飲もうかな。そう、ね、シチュエーションがね、すごい気持ちがいいんですよ。昭和ってね、初めて来たけど、そう、まだね、うん、こんなに天気よくって、うん、じゃあ今日お疲れ様でした。そういうわけで夜は更けていきますと、はい、さあ、そういうわけでですね、翌朝になりましたけど、はい、ガズ旅今回いかがだったでしょうか。今回もいい旅だったね。やっぱ来たことないところに来るっていうのはすごいいいね。あと世界遺産さすがだったね。興奮しちゃったね。そうなんです、やっぱりいいなと思って、行きたいな、行ってみたいなと思った時が行く時ですね、うん、いい時期でしたね。はい、はい、いい時期だった。そういうわけで、ガズ旅、お届けしました。昭和、はい、に泊まりの、白川郷と、箕面の旅、またね、ガズ旅あちこち行ってみようというふうに思います。はい、皆さんまた、ガズレリ YouTube お楽しみください。はい、いろんなやっぱライフスタイル全体だからね、あれやっぱ音楽だけじゃなくてですね、やっぱこういろんな要素、うん、毎日の中で音楽ある日常も素晴らしいと思います。はい、楽しくやっていこうぜ。さよなら、バイバイ。